私はさっき打ち合わせで話しちゃいましたけど、うん、こうお外のこうショッピングモール的な綺麗系お手洗いの列に、うん、みんなに止められてる。あれそう？みんなちょっとそれ話すみたいな。これしかないんだけど。それ何用すぎるよ。ああそう。でも怒ってないの。怒っても悲しくもないんだけど。うんうん、なんか本当に何だろうってなんかずっと考えてるんです。その人に対して、知らない人なんだけど、お手洗い系の話です皆さん。はい、察してください。お忘れ物ありますけど、やめて。え、でももうダメ、教えてあげる。忘れ物してるよ、綺麗そのまま忘れ物してるよ。みんな紐解いていっちゃうから、そのワードで。そう、何が起きたか紐解かれるから。悩んだけど知らせるのをやめた自分がいる。一回ほっとくかって。大きいデパートほどさ、いろんな方が使う、うん、私もそこの掃除をやってたからさ、ね、アルバイトに、うん、いろんな人がいるんだなって思ったよ。だってね、最近は自動とかいろいろあるって言うから。自動で流れる。ああ、もう言っちゃったけど。言ったけど、自動でとかあるから、それで、うん、ね、慣れちゃうって言うよね。まあそうね、まあ、あとはあとまだ行く。あと今日もっと違う場所のお手洗いでやって、うん、お手洗い系多いな。多いな。こう2つそこはあって、うん、あの部屋、その個室みたいなのがあって、あ、うん、1個はその蓋がついてて、もう1個は蓋がそもそもないタイプで、あ、洋式なんだけど、うん、なんかこうやっぱ流すときって蓋閉めてた方がいろいろいいって言うじゃん、わかる？あ、そうね、なんか上に上がったりしないって、うん、そう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 、ノロウイルスとかいろいろなものが、うんうん、あ、じゃあ蓋あった方がいいかと思って、うん、蓋の方行って、うん、開けたらもう忘れ物あって、もう忘れ物そんなに似合う？うわーって閉じて、もうじゃあな、蓋ない方行くわって言って、蓋ない方行ったけど、いや、なんかみんなそんな忘れるのと思って。だ、ね、全部知らない人だけど、みんながそんな忘れるのか、そこに出会わせる確率が高いのか。私なんか持ってんの？あなたの。嫌なんだけど。別にいいけど、楽しいから。うわー、あるある。楽しくないわ。あ、そう、結構ね、そう、楽しかったな。強めの何を過ぎて、ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じでした。あ、はい、もう今のエピソードが私の何を過ぎて。そうだね。それでは参りましょう。どんな始まり方。今夜もパーリナイト。